こんにちは、フルチャです。今回は先ほどの WCS 閉会式で発表された新規内定ポケモン、主に過去作の御三家とドーベル、これらのポケモンについてシングルのランク間の環境でどんな風に使われるか予想というのを荒削りにしていきたいと思います。皆さんの中にもこういう使い方あるかもとか、こういう活躍が楽しみというアイデアがあったりしたら、ぜひコメントで書いてみてください。それでは早速僕が注目しているポケモンピックアップして紹介していきます。本編どうぞ。はい、まずは不思議花ですね。特性揚力素で晴れの時素早さ2倍、さらに技成長は晴れの時 AC 両方グーンと上がるチート技、ここに炎テラスタルが乗った時の全抜き性能に期待です。古代活性と晴れを共有できるのもすごくいい。続いてカメックス、殻を破る白いハーブが有名なポケモンですが、実は地味に鉄壁ボディープレスも使えるので、交流系水受けに使われることもあるかもしれません。正直どんなテラスで使われるか全然予想がつかないポケモンです。続いてはバシャーモ、今まではタスキや守るで一発耐えて、その後バトンにつなげたり自分で殴るというムーブが多かったですが、テラスタルで強引に耐えて加速していけるのはかなり強力。先制技環境ではありますが、ポジションを取っていけるのか注目です。続いてはラグラージ、アクビステロ、カウンターミラコ、ガムシャラ、クイックターン、相手にするのが面倒な技がよりどりみどりの一匹です。今までは臭い4倍という弱点を抱えていましたが、テラスタルの登場で強引な居座りもできるかもしれないので、辛い状況になった時にワンチャンをつかみに行きやすくなるかもしれません。続いてゴーカザル、僕の大好きな嫁ポケなんですが、特性がパッとしないのでランクまで使うのが難しいポケモン。鉄の拳の倍率が 1.2 倍からね、400倍に情報修正されることに期待してます。さあ続いてはザローダ、お家芸の天の弱リフストレンダで毎ターン火力を上げていくこともできれば、両壁ヘビにらみで確実に起点を作ることもできるポケモン。リフストで上がった C を生かしたタイプチェンジテラバーストはシャレにならない火力になりそう。続いてガオガエン、ダブルバトルで大活躍の印象が強いですが、剣盾ではシングルでも結構見かけた記憶があります。威嚇や捨て台詞、トンボ返りといったサイクル技が多いですが、現在のシングル環境でどこまでやれそうかは少し不安。さあラストはしれっと現れたドーベル、水流連打や先制技がのたまるせいで気合のタスキが使いにくく、簡単には悪さしにくいとは思いますが、キノコの帽子や塩漬けといったやべえ技を使える上、再起の祈りからの三日月の舞とか他人の専用技を組み合わせた面白コンボが作れそうで楽しみです。ドーベルを使った面白コンボのアイデア集のような動画を今度別で、単独で出そうと思っているので、見たいという方はぜひ登録してお待ちください。そして皆さんもね、もし面白コンボ思いついていたらコメント欄に書いてくださいといったところで、早足ではありますが、過去作の御三家ポケモンプラスドーベルたちの中から僕が注目しているポケモンをピックアップして紹介してみました。さらにね、今回出た新しい情報として注目のものが新技ですね。新技の方も少し触れていきたいと思います。サイコノイズという技が、これ攻撃をしながら相手に対して回復封じの効果を与えるというようなものだと思うんですけど、これなかなか面白いですよね。これによって相手のね、もう遅延ポケモンというか耐久ポケモンたちがなかなか思うように動けないということで、結構広範囲に広配ってほしいですね、この技は。なんかね、専用技とかじゃなくていろんなポケモンに与えてほしいなと思います。結構これ使いようあるなっていう風に思いますね。あともう一個注目なのは、あれですね、タケルライコー、首長ライコーが使っていた人雷という、これまた先制技ですかね、新しい技、電気技の先制技、今までなかったと思うんですけど、そういう技が作られたということで、これも最初はもしかしたらタケルライコー専用なのかもしれないですけど、次回作以降でもっと幅広く使われる可能性が、幅広く、ね、配られる可能性があるので、まあ、そういった時に結構注目になるかなと思います。あとはタキオンカッター、これは鉄の頭が使ってたんですけど専用技なんですかね。この技も注目というか、そのギア操作のギア操作はっていうのが最初の感想なんですけど、ギギギアル君はもしかしたらね、震えて泣いている可能性もあるんですけれども、まあ、そういう感じですかね。あとは早手返し、これが先制技を使える相手よりもさらに早く攻撃っていうことだったんで、フェイントに近い感覚なんですかね。ということでね、一通り自分の注目しているポケモンと技について、触れていきました。まだまだ、動画の冒頭でも言ったと思うんですけど、荒削りな考えだと思うので、みんながね、こんなポケモン面白そうとか、こういう組み合わせできたらやばくねみたいなのあったらどんどん教えてください。ということで、引き続き楽しみな情報がたくさんなポケットモンスターですが、最新情報で次第いろいろ色違いのゲット方法だったりとか、最新情報だったりとか、レイドのお得な情報だったりとかを紹介していくのでね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。というところで、ありがとうございました。フルチャでした。バイバイ。